なんか気のせいないの？気のせい、なんか気のせいくれやくれ、気のせいくれ、むちゃくちゃなふりやろ。いやいや全然俺もなんか気のせいかなと思っててんけど、うん、なんか行きつけのスナックのママがさ、うん、氷入れんのめちゃめちゃ早いのよ、うん、俺も酒酔っててごめん気のせいかな、うん、よう見たらこの右腕の人差し指と中指が、うん、あのカニ の, あの挟むところになってて、うん、いや気のせいやろ、すごい気のせいやそれ、気のせいかな、めちゃくちゃ気のせいや、それカニのボスやろワンピースの海海の海底編とかに多分おったやつやろ俺やろいや気のせいないの、気のせい、いやなんかね、今日そタクシーでライブスタンドから帰ってんけどさ、はい、タクシー呼んでくださいっつって、はい、呼んでもうてんやか、はい、なんか三輪のミジェットやったっけど三輪のミジェット来たやろ、いや気のせいやろ金ないんかな、やっぱりおじいしか乗らんようないや三輪タクシーやないですよ、海外のやつや水色の三輪やつ、いや僕も気のせいやと思うんですけどね、やっぱり忙しい、掛け持ち しすぎてるね、うん、バイトの人がおったと思うんですけどね、右肩にウーバーイーツ、左肩に出前館せよってこう走ってましたけどどういうやつやねんそれ俺も気のせいかな、こんだけ仲いいやん、こんだけ仲いいのに、うん、俺の宮崎の友達周りのやつ、お前のこと知ってるやつ誰もおらんやそれ気のせいなんかな、それ気のせいじゃない、それ気のせいじゃない、ごめんごめん、それ宮崎のあれやか、ごめんごめん、それマジで露出ないだけやね、宮崎でお前二度と言うなよ、宮崎何も映らんからね、あそっか、うん、テレビがね、キー局に出なダメなんでしょ、キー局出なんかやっぱね、ゴールデンタイム出ないほんと川ささんよ、宮崎はマジで腹立つか、うん、逆にライブやったろかな、うん、キャバクラ行っても芸人は何にも見向きもせんからね、あ、そっか、3つぐらいしか映らないんですよね、そうそうそう、気のせいかな、うん、よく一時めちゃくちゃ売れてたけども、うん、ちょっと落ちてしまってでもまだネームがあるっていう人たちが深夜番組に出て、うん、例えば椅子が1万円です時に、うん、嘘みたいな顔で安いとか言うやんか、うん、ああいう人たちって気のせいやけど、うんうん、来世ウジ虫で生まれちゃうかな、うん、やめとけよお前、それ気のせいとかじゃお前の気持ちやろ、6人ぐらい顔浮かんだわ。